アイオワ州会議事堂はアメリカ合衆国アイオワ州の州都デモインに立地する同州議会の議事堂。デモインのダウンタウン、イーストナインスストリートとグランドアベニューの角に立地する。議事堂は1871年から1886年まで15年の歳月を費やして建設された。現在の議事堂が建設される前は35年間にわたって アイオワ州議会はレンガ作りの3階建ての建物を使用していた。現在の議事堂はそのレンガ作りの建物と同じ敷地内に建設された。建物にはレンガの他に石灰岩が用いられている。この石灰岩はアイオワ州内のみならずミズーリ州、ミネソタ州、オハイオ州、イリノイ州からも集められた。アイオワ州産の石材はこの庁舎の多くのポルチコの 基礎に用いられた。前面、背面のポルチコは両方とも、6本のコリント式の柱で支えられたハフを有している。庁舎のドームには、純度23金の金箔が貼られている。庁舎の高さは84メートルである。さらに、庁舎には、この金色に輝くドームのほか、四隅のウィングにもそれぞれ小さなドームが設けられている。全米の集会議事堂の中でも、 5つのドームを有する議事堂はアイオワ州会議,議事堂だけである。1902年には議事堂に電灯、エレベーター及び電話が設置された。1913年にはアイオワ州議会は300万ドルの予算を計上して議事堂を拡張し、もともとダウンタウンの4ブロックに収まっていた議事堂の敷地を約34万平方メートル広げた。 この300万ドルの予算は、やがて他の州政府機関の建物の建設にも使われた。議事堂の1階には、カフェテリアと管理事務所がある。2階には、州知事室と州最高裁判所、及び州の各種機関の事務所が設置されている。また、各別棟の2階には、州の歴史上の戦記が掲げられていたが、2009年現在では、 北東旨2862年当時の南北戦争の戦記が残っているのみになっており、他の3つの別島からは取り外されている。西島の2階には戦艦アイオワの148スケールモデルが展示されており、また、イラク戦争及び普及の自由作戦で戦死したアイオワ州出身兵士の慰霊碑が置かれている。3階には上下両院の本会議場、 各委員会の会議室及び州法図書館が設置されている。他州の多くの集会議事堂と同様に、ドームの下はロタンダとなっており、ドームからの日光が地下にも届くように設計されている。ロタンダには多くの芸術作品が展示されている。ありがとうございます。